20、トレス海峡12月27日から28日にかけての夜、ノーティラス号は全速力でワニコロ島の海岸を去り、進路を南西にとって3日後にはラ・ペルーズ一行が遭難した地点から750リーグ隔たったパプア島、カッニューギニアの南東に達した。 1868年1月元旦の早朝。混声ユと私は看板で出会った。先生、明けましておめでとうございます。なんだ混声優。まるでパリの植物園の書斎にいるみたいだね。が、まあいいや。とにかくおめでとう。ただ、こんな境遇では何が新年おめでとうだかわからんね。今年は監禁が解かれるか。 それともこの奇妙な後悔が依然続くか、一体どう思うねさあ、何と申し上げたらよろしいでしょうか。でも、この2ヶ月は実際珍しいものを見せられて、少しも退屈しませんでした。次から次と、共担すべきことばかりでございましたからね。もしこの調子で行くとしたら、全く見当がつきません。こんな目に出会うことは、またとありますまい。 それで、つまり、おめでとうと申し上げたのは、今年も色々珍しいものが見られるだろうという意味でございます。1月2日までに、私たちは、日本近海の出発点から1万1340マイル航行していた。今、艦の行く手には、オーストラリア北東海岸の危険なサンゴ礁が横たわっていた。 ノーティラス号は、クックの船が1770年6月10日にナンパした、その恐ろしい岩礁から数キロのところを通過した。それは私がかねてから行ってみたいと思っていた岩礁で、長さ360リーグからあり、絶えず荒波が打ち寄せ、雷のように吠え狂っていた。しかし、ちょうどその時、ノーティラス号は海底深く潜航したので、 高くそびえ立ったサンゴ壁を見ることはできなかった。ここでもまた珍しい魚類がたくさん取れた。中でもマグロと青い腹に横縞のあるサバドが目についた。これらの魚類は群れをなして缶の後ろからついてきて結構な食料を提供してくれた。また長さ4センチぐらいのクロダイもたくさん取れたがマトダイに劣らず美味だった。 海底のツバメみたいに飛び交うヒウオは闇夜でも強い輪行を放って空中と水中を交互に照らした。サンゴ海を横切って2日後の1月4日にはパブアの海岸が見えるところに来た。ネモ艦長はトレス海峡を通ってインド洋に出るつもりだと言った。トレス海峡は幅34リーグ近くもあるが 無数の小島やサンゴ礁が散在し潮流が速く波が荒いので航海者には非常に危険な場所だったでネも艦長も警戒の上にも警戒を厳にして進んだノーテラス号は風浪にもまれながら航行を続けた推進機はクジラの尾みたいに力強く波を打った 私は二人の仲間を誘って寂しい甲板に出てみた。私たちの前には操舵室があったが、きっとネモ艦長はそこでノーティラス号の航海を指揮しているのではなかろうか、と私は思った。私は水路測量技師、ヴァン・サンドン・デュムーランが作成したトレス海峡の立派な地図を持っていたので、注意深くそれを調べてみた。 ノーティラス号は荒れ狂う波を蹴って進んでいた。潮流は4キロの速さで南東から北西に向かって流れ、そこここに頭を出しているサンゴ礁にあたって白く砕けていた。こりゃあひどい海ですね、のネットランドが言った。実際嫌な海だね。ノーティラス号みたいな船には全く苦手なところだろう。艦長は この水路にはよほど通じていなければなりませんぜ。ほら、あんなにサンゴ礁が頭を出していましょう。あれにちょっと触っただけでもおしまいですよ。実際、ここは難所だったが、ノーティラス号はそれらの岩礁の間を魔術のようにすり抜けて進んだ。カンはアストロラーブ号やゼレー号が取った航路には従わなかった。それには、デュモン・ディルビルが、 すでにひどい目に遭っていたからだった艦は一旦火事を北方に転じてマーレー島を回ってから再び南西に引き返しカンバーランド水道に向かったそして水道を通り抜けると今度はまた北西に引き返し無名の島々の間を縫ってサウンド島とモーベー海峡の方へ進んだ私はネモ艦長が無謀にも ルュモン・デュルビルが二隻の艦を沈めた水路に船を向けるのではないかと心配したが艦は急に舵を転じて海峡を西方に突っ切りギルボア島の方角に向かったちょうど午後三時で潮が引き始めていたノーティラス号は海岸に一面タコの木の生えている島に近づいたがその時だった 突然私は強い衝撃を感じてその場に投げ出された。ノーティラス号は岩礁に乗り上げてやや左舷に傾いたまま動かなくなってしまったのである。立ち上がると甲板の上に稲も艦長と副長の姿が見えた。彼らは艦の位置を調べながら例のわからぬ言葉で話し合っていた。右舷三マイルのところにはギルボア島が 北から西へ巨人の腕のように伸び、南東の方にはちょうど干潮時だったのでサンゴ礁が頭を出していた。干は座礁したのだが、潮の干満のあまり激しくないこの近海では、岩礁から離れることはなかなか困難であった。幸い船体には損傷がない様子だったが、それだからといって浮き上がらなければ、 永遠にこの岩礁に釘付けにされることになり、そうなれば、根も艦長のせっかくの潜水艦も万事休すである。私がそんなことを考えていると、艦長はいつものように冷静な落ち着いた態度で近づいてきた。何か不慮の事件でも起こったのですかと私は尋ねた。いや、ちょっとした事故です。 しかし、そのちょっとしたことから、あなたの嫌いな陸に上がらなければならなくなりはしませんかネモ館長は不審そうに私を見つめながら、どんなことがあろうと、陸地になど上がりはしない、と言わんばかりの身振りで言った。ご安心なさい。ノーティラス号は大丈夫ですよ。これからいよいよ太陽の神秘をお目にかけたいと思っているところです。私たちの後悔は、 ままだ始まったばかかりですからねこんなことであなたとお別れしたくありませんよ。しかし艦長。と私は彼の言葉の皮肉な調子には構わずに言った。ノーチラス号は座礁したのでしょうところで太平洋の満潮は今時分あまり高くはないはずですからもし船を軽くすることができなければどうして浮き上がらせることができるのですか 太平洋の満潮は確かに高くありません。あなたのおっしゃる通りです。しかし、トレス海峡では満漢の差が1メートル半あります。今日は1月4日です。もう5日で満月になりますから、それまで待ちましょう。こう言って、ネモ艦長は副長と一緒にノーチラス号の内部へ降りていった。が、艦は動かなかった。 三五中が不滅のセメントで固めてしまったように、それは微動もしなかった。どうなるんでしょう、先生。館長が立ち去った後、甲板に上がってきたネットランドは言った。やあ、ネット君。9日の満潮を待つんだね。満月が出ると一緒に缶は浮くそうだよ。本当ですか本当だよ。 それで艦長は死を頼りに怒りなんか下ろさないのですね。とコンセイ油が言った。カナダ人はコンセイユを振り返って肩をすくめた。わしの考えじゃ、この船はもう二度と海の上だろうと下だろうと走れやしませんよ。まあ、目方で売る他に方法はないでしょうな。いよいよ艦長ともお別れする時が来たようですね。 ネット君、僕は君のように、この頑丈な船のことは悲観しないがね。4日経てば万事わかるだろう。それに、イギリスやフランスの海岸の見えるところなら逃げられもするが、パプアの海岸じゃどうにもならんよ。とにかくもう少し待ってみよう。おや、あそこに島が見えますね。樹木が茂って、あの下には獣がいますぜ。 久しぶりでカツやビフテキが食べたいですな。それには私も賛成だ、とセイユが口を入れた。先生、私たちの上陸を一つ艦長に頼んでみてくださいませんか地球の硬い土を踏む習慣を忘れてしまいたくありませんからね。頼んではみるが、許すまいよ。とにかく頼んでみてください。 艦長が私たちにどれだけ好意を持っているかもわかりますから。だが意外にも、でも艦長は私の頼みを聞き入れて艦に帰ってくる保証さえ取ろうとしなかった。もっともニューギニアを通って逃げることは危険極まりないことだから、そんな無謀な企てをネットランドと相談するはずもなかった。現地民の手に落ちるよりは、 ノーティラス号に乗っている方がまだましだったから。翌朝8時に私たちは銃と手斧を持ってボートでノーティラス号を出た。海は静かにないで陸には風が吹いていた。コンセイユと私がオールをこぎネットが舵を取って岩礁の間の水路を巧みに縫いながらボートは滑らかな水面をまっすぐに滑っていった。 ネットは喜びを抑えることができなかった。彼は牢獄を抜け出した囚人のように宇頂天になり、再び牢獄に帰らなければならぬ身をすっかり忘れているようであった。肉だ。肉が食べられるんだぞ。どんな肉だろう。魚だって悪くないが、しかし新しい鹿肉の焼いたのは全く素敵だからな。食いしん坊先生、よだれを流していますよ。 とコンセイユが言った。「しかし行ってみなければ分からんさあの森に獲物がどっさりいればいいがいても漁師に害を与えるような猛獣じゃ困るからね」と私は言った「なあに先生あそこに猛獣しかいなければわしは虎でも食いますよ虎の肉でも」と斧の刃のような鋭い歯を持ったカナダ人は答えた。 いくらネットさんだって、そりゃあ難しかろう。と、コンセイユが言った。なに、羽を持たない四つ足の動物だろうと、羽のある二足の動物だろうと、一発で射止めてみせるよ。と、ネットランドは元気よく続けた。ほら、またネット君の乱暴が始まった。アロンナクス先生、ご心配なさいますな。わしの手際をご覧に入れるには、25分とかかりませんから。 とカナダ人は答えた。ノーティラス号のボートは、ギルボア島を囲む珊瑚礁を巧みに通り抜けて、8時半には砂浜に軽く乗り上げていた。このチャンネルは不思議猫招き動画をお届けしています。チャンネル登録と高評価お待ちしています。